皆さんこんにちは。今日はですね、最近やっぱりこう私たちの記憶に新しい高度系で一躍優勝していただいて広めてもらった渡辺プロをお呼びしまして、はい、よろしくお願いします。またテストしたボール、撮影したボール、今回の高度ゴールドとこういう、まあ、渡辺プロの優勝にふさわしいゴールドシリーズということで、はい、ぜひ投げてもらいたいということでやってもらったんですけども、はい、まあ鹿島ボールでテストさせていただいて、で撮影したコンディション、まあ、42ぐらいになってちょっと吹いてきた、バックエンドをちょっと強めに吹いてきたコンディションで、まあ、ミディアムぐらいな、手前のオイル量ってのはミディアムぐらいな、まあ、センターコンディションによくあるかなっていうようなコンディションで撮影に臨んでみたんですけども、はい、今日、ゴールド、まあ、渡辺プロの方のレイアウトっていうのは確かに先を強調したレイアウト、うん、で石原プロのレイアウトっていうのは全体的に曲がりを強調したレイアウトと、こういうように分けてみたんですが、投げた感想、渡辺プロどんなイメージを持たれました？めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。一言で終わっちゃうと終わっちゃう。パープルも聞いてて、ね、まあ、テレビ消しで使ってたぐらい、はい、日頃から使ってるんですけど、はい、さらに扱いやすさを感じる、スキットもキレもしっかり感じるんですけども、はい、フッキングからの扱いやすさっていう意味では、うん、パープルのさらに上をいってるかなと思います。なるほどね、はい、確かにこう、まあ、撮影そのものはそんなにね、何回も投球ないんですけども、はい、他の投球も全部ストライクでしたもんね。そうですね、はい、いつになったらストライク切れるのかなぐらいなね。いやもう、はい、投げたらストライクっていう感じもう本当にイメージ良かったです。なるほどね、はい、今回でも石原プロなんかはどっちかというと当然渡辺プロの外目を投球されてるんですけど、まあ、石原プロなんかの感じ方はどんなイメージですか？そうですね、やっぱりコードシリーズでバックエンド強調される部分が非常に強いんで、うん、まあ、同じようにね、やっぱりバックエンド出てますよね、はい、そういう部分でもね、まあ、フォッキングポイントはなるべく、まあ、渡辺プロと合うような、はい、ラインで特に投げさせてもらったんですけども、はい、多分バックエンドの出方っていうのはなんか角度は違うんですけど同じように出てると思うんですよね。コードシリーズの特徴なんで、そうですね、非常にバランスがまた取れていいボールだと思います。まあ、このラドっていうのは確かにバックエンド強調するコアなんですけども、まあ、コードシリーズこういろいろ出てきて、まあ、今回みたいに R2X っていう素材をまあ使ったり、 R2S っていう素材使ったり、まあ、最近はコードレッドスペシャルなんていうのはオイルに強い、わーってね、レッド方向はオイルに強いぞみたいな形にしたんですけども、まあ、そういった意味じゃ今回の R2X って切れないって言ったら渡辺プロはどんなイメージを持たれました？そうですね、どちらかというとシリーズの中では扱いやすい方に感じましたね。フッキングからの向きは柔らかく、なるほどね、感じます。でそういった意味では先ほどの石原プロと同じように、まあ、動かないわけじゃないけど扱いづらさは感じないっていう位置にこうコードゴールドが来るのかなみたいなね、形ですよね。
初めに渡辺プロこの感想だと思うんですけど、やっぱりコードレッドスペシャルは結構オイルに強いぞとこういうことだと思うんですが、はい、今日のコードゴールドはどの位置に、はい、この辺りに入るかな、この辺ですかね。はい、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、まあ、これコードパープル優勝ボールじゃないですか、はいはい、で確か優勝の時のコメントが先を切らしたいっていうかね、幅を取りたいからっていうお話だったと思うんですけども、はい、まあ、それより上にっていうことはどっちかというと幅的にはゴールドの方がおとなしいイメージなんですかね。そう、まあ、幅的にはそんなに変わらないと思いますけども、はい、フッキングからの動き始めは少しパープルよりも手前、スキットがあるんですけど、はい、パープルに比べると少し手前から柔らかく動くようなイメージがあります。だからストライクばっかだったんですね。そうですね、やっぱり、まあ、メリハリあるボールだと思うんですけど、はい、あまりボールの弱さを感じると逆に走りすぎ、切りすぎっていうようなことにもつながると思うんですけど、はい、まあ、このゴールドに関しては動きがとても読みやすかったんで、なるほどね、まあ、切れるんですけども切れる中でも扱いやすさを感じて、なるほど、ね、バランスのいいボールだなと思いました。わかりました、はい、これは石原プロの感想だと思うんですけども、はいはい、まあ、やっぱりコードレッドスペシャルっていうのがオイルに強いとこういうところから言ってるんですが、今日のコードゴールドはどの位置に？そうですね、はい、まあ、カバー的に言うとですね、はい、本当に中間、はい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 、ここ R3 なんで、はいはいはい、R2X、はい、なんでちょうどカバー的には中間になると思うんですね。なるほどね、はい、ちょうどコードシリーズもこんだけシリーズ出てきて、はい、まあ、やっぱりちょうど真ん中を、うん、位置すると思うんですが、石原プロ、このコードゴールド、まあ、先ほどの渡辺プロからするとブルーとグリーンの感じ方がちょっと違う、うん、まあ、タイプが多分、うん、クランカーとストローカーの違いが、あとラインの取り方の違いがあると思うんですが、結構このゴールドっていうのはこのなんていうか手前のこう、行き足っていうかスキット感、うん、まあ、それと先ほどの言ったバックエンドの転がり感がちょうどこのブルーに近いような感じなんですかね。そうですね、だから僕的にはね、うん、実際に投げた感じはこの動き方もオイルに負けないで、はい、逆に言うと、うん、オイルに負けない、まあ、これ R3 なんで実際にカバー R3、ね、ブルーの方が強いんで、はいはいはい、そういう面ではこう僕はこっちの方がこう動きが出て非常に、まあ、もう本当に僕は中間、なるほどなるほど、だから、まあ、タイプ的に、まあ、コンディション的には、はい、ちょっとドラ ドライ僕なんかはちょっとドライに近い状態の方が、うんうんうん、パープルだとかブラックとか使いやすかったんですけども、 そうですね、その上のコンディションで使うボールが、はい、どうしても僕的にはちょっと中途半端になったんで、はい、今度のゴールドっていうのは、はい、そこに当てはまってくるんで、はい、ちょっと使える要素が出てくるのかな。なるほどね、はい、わかりました。いや、渡辺プロ、はい、先ほども出てきたんですけど非常にいいよねっていうかね、はい、やっぱりこうプロボーラーとして、今日初めて投げたわけじゃないですか、はい、まあ、いろんな評判とかいろんな噂を聞いてても、今日初めて投げてね、はい、なんでこういいなっていうのが感じられたっていうの瞬間はどこだったんですかね、今回のコードゴールド。あー、ゴールドですか、ええ、まあ、まずもうなんかゴールドっていう時点でいいイメージがもともとあったっていう、まあ、その先入観みたいなものも確かにあったんですけど、はい、まあ、IQ のツアーゴールド、ね、うん、ゴールドでしたよね、はい、あれなんかもすごく扱いやすくて動き柔らかいイメージっていうのをなんか僕の中ではゴールドっていう色には持ってるんですけど、なるほどね、まあ、もう投げてみてすぐそのミッドエリアのフッキングポイントの、はい、動き始め、はいはいはい、やっぱ柔らかいなっていうのもすぐに感じて、うん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 、でかつピンアクションもいいし、うんうん、まあ、しっかり先の動きも出るんで、なるほど、逆にこう曲げようとして投げなくても、うん、まあ、ちょっと縦回転を強くしてコントロールしやすいような回転で投げてあげても、はい、ロールアウトせずに、はい、しっかりピンにポケットに食い込んでた、そういうイメージの良さを感じて、なるほど、ね、そこがまあすごく良かったなと思いましたね。まあ、そういうのがやっぱこうプロボーラーとしてパッとこうひらめいて、ね、はい、あ、これいいなっていう風な言葉になったってことですよね、はい、
まあ、やっぱりでも優勝されたばっかだから金にもこだわってるんですね、そういった意味でね。なるほど、ありがとうございます。石原プロ、今回のコードゴールド、まあ、例えばこういうコンディション、まあ、先ほどのボード版でもいろいろ言っていただいたんですが、まあ、コードシリーズって結構皆さんもう持っていただいて、まあ、シリーズをかけてる方も多いと思うんですが、まあ、やっぱりこういう場面ではコードゴールドを使ってよっていうようなところってありますか？そうですね、あのタイプはボーラータイプによってね、はい、やっぱり使う場所っていうか時間帯っていうのは、うん、まあ、当然変わってくると思うんですけど、はい、まあ、僕は今度中間の、ところのボールがね、はい、来たんで、ぜひ最近は、なんかコードシリーズ使ってるの見たことないねって言われるんですけど、フェアボールで使ったりとかね、してますんで、まあ、今度はゴールドを使うところを見せてあげたいなと思いますけどね、うん。まあ、お二人ともね、予選とか選抜ってなかなか皆さん会場に見に行かないとね、何使ってんのかなとかって、例えばボーリングマガジンとかね、もちろんテレビ、まあ、そういうのに乗っかっても最後のボールが映ったり、はい、いろいろするじゃないですか、はい、そういった意味ではですね、ぜひ会場に足を運んでいただいて、まあ、このゴールドを投げたら、もう一目でね、はい、あの綺麗な色が分かると思うんで、うん、お二人とも投げてるときは、あ、打ってるときだなというふうに私たちも期待をして確信していきますので、はい、ぜひですね、今後とも頑張っていただければと思います、はい、今日はどうもお疲れさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。